オーロラ姫の部屋があるはずなんですが、この長い廊下の中にも敵がわんさか出てくると。出てて、ほいー、よいしょー、ブリッド凍りつけで、ブリッツー、ほい、ブリッツー、あ、ブリッツー、ん、あれ、あー、もう潜るのめんどくさいな。オッケー、やっぱこのスタイルになると攻撃力が上がりますね。このね、敵が2発で倒せるようになるんで楽ですね。ほいほいほい、いねえし、ほい、あー、どうしようかな、敵出ない出ない、こんな雑魚に使うのか、もったいないけど。オッケー、なんかまがまがしいものが出てるな、調べましょう。お、もうキーブレード何でもありだな。空も飛べるしさ、闇も払えるし、もう本当に何でもありだな。あ、もう眠っちゃってるんだね。またおばちゃんたちが来るぞ。離れなさいって。俺はこの感覚を知っている。一切の闇を持たない純粋な光の心。この心を集めれば。どうなる？七つの純粋な光の心。それを集めれば、すべての世界が手に入るのさ。この世界だけじゃない、外の世界も含めたすべてをね。どういう意味だ？お前が持っていた鍵、キーブレードとか言ったかね。なぜキーブレードを知っている？それでないと心は手に入らない。答えろ、マスターゼアノートはどこにいる？欲張りすぎだよ。それ以上知りたければ、オーロラ姫の心を取り出してからだ。そんなことを俺がするとでも？ああ、お前は従うはずさ。見えるよ、お前の心に眠る闇が。俺の心に闇など。抗うのはおやめ。お前は自由なんだ。私は眠りを操ることができる。お前の本当の心を目覚めさせてあげるよ。闇は誰の心にも必ず潜んでいる。闇は悪だ。世界に闇は不要。闇を滅ぼせ。心の奥底に闇を閉じ込めるのだ。おお、目が死んでる。ああ、これで城の方に行っちゃうんだな、この心が。これだよ、これが欲しかったんだ。あ、戻った。あの男の言ったことは嘘じゃなかったようだね。俺は一体俺に何をした、何をさせたんだ。私はお前に何も命じていないよ。ただお前の心の奥に眠る闇をほんの少しくすぐってやっただけさ。なんということ
ベン。そうだ、ゼアノートの行方が知りたいんだったね。あいつがどこへ行ったかはわからない。闇をまとって消えちまったよ。キーブレードは心を集めるのに必要な鍵だそうだね。どうだい、あと6つの光の心を集めて私と一緒に世界を支配しようじゃないか。勘違いしているようだな。俺は世界の秩序を守るものだ。アンバースとか言ったかい。どうやら秩序が乱れているようだね。覚えておくがいい。お前の心に眠る闇は力なんかじゃ抑えつけられないことをね。さあ、お前の役目も私の役目も終わったよ。さっさとあの男の後を追うがいいさ。待て！このままでは城ごと潰されてしまう。まずはアンバースを倒さなければ。マレフィセントとディメンションリンクか、やだな。したくないぞ。アイテムアイテム、まずはアイテムだ。地図、ほい、ナビマップで、こっちにもあるでしょ。さあ宝をよこしな。ああ勢い余って殴っちまった。スリプルと、もう一個アタックレシピ。この宝箱の配置もね、ルートによって違うんですよね。ルートというかね、キャラクターによって変わるんですよね。ベントスの時には今の場所には宝箱1個しかなかったんですが、さあ、クッポポーですね。クッポポーはどうしよっか。金が193しかないので、安いの、スタンプレードあるけど、コンフィ、ポイズン、スリプル、魔法か。いや、エリアルブレイクにしとこう。少しでもね、コマンドチャージをして、あー、使っちゃった！間違えた。あらら、まあいいや。いいか、これで。一応ポーション持っておいて、大丈夫かな？ケアルがないのが不安ですが、ボスに備えてね、レベル5ぐらいまでは上げときたかったんだけど、ま、この雑魚敵で上げられるだけ上げとこう。で、ボス戦の時にシュートロックコマンドを使ってみましょう。ベントスの時にもそれで倒したからね。ほい。ああ、もう、リーチが長すぎる。ほい。オッケー。いいね。こいつらばっかりが出てたのがね、ベントスの時には。めんどくさかったんですが、経験値たまんなかったしね、最初ね。オーバーリー。ちょっと待って、デブの動きが気になる。ああ、うわうわ、くそ。また、こいつに与えたい。ゲイ。あと一旦。終わーり。まだ出る。敵の数が多いな。まあ全然構わないんですけど、多い分は。経験値稼げるしね。くそ。こういう狭いところだとさ、テラの場合アダになるんだよな。ここにも出る。ん？あ、こいつだ。ほい、オッケー。
おわいい。はい、来た。凍りつけ。ストライクレイド。ああ、当たるんかい。当たるんかい。はい。いってってて。おお、ソニックシャドウだって。なんのこっちゃ。攻撃力アップ。攻撃力もアップ。いいね。レベル4あれば多分勝てるんじゃないかな。なんかいろいろ覚えてきてますが、フィニッシュコマンドかな。まあフィニッシュコマンドは今まで出してたものですね。ゲージを貯めて最後にねドカンと一発やるものですが、さてじゃあいけるかやってみましょう。行きましょう。アンバーソンやっつけろ。これが最初のボスです。なんかねミシンみたいな。行きましょう。こいつはちょっと注意しなければいけないのがジャンプしてくるんで、あとは物を飛ばしてきます。こいつ、うおで、シュートロックコマンドっていうのはこういう感じで数多くの攻撃を重ねることができます。今失敗しました、ごめんなさい。あ、やばいやばい、あべ、移動するな。で、止まったところを攻撃したいんだけど、おうわあ、やばい。やっぱりね、最初のボスにしてはね、HP の設定が高いような気がするんだよな。フィニッシュ。よし、止めた。で、これ引っ張られてる間、HP が食われてしまうので、よし、オッケー。で、気絶してる間に攻撃しちゃいましょう。で、よし、おー、行こう。お、いけるかな一発で。で、余裕ぶっこいてるとやられそうなんで気をつけたいですか。てかね、本来は一人で、一人っていうか一発でいけるんだよ。何もね、苦労しないで。お、やばい。この動きはあれですね、ベントスの時と同じですね。いけるかな。よし、ちょっとじゃあもう一回シュートロックコマンドやってみましょうか。さっき失敗しちゃったからね。追加ダメージがあるんですが、うまくコマンドを入力しないといけないんですね。うまかよお前は。よし、行こう。で、四角、×、三角ってやると追加ダメージになります。あともうちょい割るね。もうここはご了承でいいでしょう。フィニッシュと。OK。デッキコマンド装備数アップです。ダイヤモンドダストを覚えた。まあ、スタイルですね。多分。ブリザード系の魔法とかね、コマンドを使ってるとなるんじゃないかな。俺の心の弱さが彼女の光を奪ってしまったのか。すまない。今の俺では君の光を取り戻せない。闇に屈しない力をつけるまでは。マスターゼアノートはなぜ光を閉じ込めた。純粋な光の心を持つ者を追えばその真意がわかるのか。闇を持たぬ純粋な光の心を七つ。じっくり取りかかるとしようかね。ずいぶんマレフィセントは時間かけたんだね。だってソロの時でさえまだ集まってなかったからね。フェアリースター、魔法力が高いキーブレードです。攻撃力どうだっけな、下がるんだっけ、あんま覚えてないんだけど。これで一つ目のワールド終了ですね。あっという間だったね。まあ、おそらくこの後ね、ベントゥスがこのワールドにやってきて、
オーロラ姫の心を取り戻すんでしょう。心を取り戻すというか解放するというかですかね。よし、トレジャー 100% ですね。セーブしとくか。さて、実はこれ旅立ちの地にね、戻ることができるんですよね。ちょっと戻ってみる？行ってみましょう。で、まあ、今回極めないと言いつつあれなんですが、このタイミングでしか確かね、宝箱を回収できないんですよね。特にボスと戦うっていうわけではないんですが、宝箱をここでちょっと回収してみましょうか。マスターに報告するのはまだ早い。何も言ってないもんな。なんかミシンみたいなやつを倒してきましたっていう報告しかないもんね。あとはオーロラ姫の光の心を僕が奪いましたっていうしかないよね。逆に怒られるわ、そんなこと言ったら。ここはチュートリアルでね、ベントゥスがトコトコと言っていたところなんですが、遊んでいくぞとか言いながらね、これを攻撃してましたが、遊んでいくぞとは言ってないか。寄り道してっかって言ったのかな。ここに宝箱はね、いくつなんだっけな、2つか3つだったかな。1個だけだっけ。この上にない。この上にない。嘘あった。2つ目。はい。まあ、大したアイテムではないんですが、あとは山頂かな？チュートリアルでそれぞれのキャラクターを使って戦ったところですね。アクアはシュートロックマンドかな？テラはなんで使ったかな？普通の、あれかな？戦い方の時に使ったのかな？宝箱はもうないですかね。山頂にあったってた。危ない危ない。見落とすとこだった。ジャカジャンジャン、ジャン、ジャカジャンジャン。ないかな。じゃあ帰りましょう。ワールドマップ、これで多分 100% になってると思うんですが、 OK。 まあこんだけです。別に やらなくてもいいんですけど実際ね。ドワーフウッドランドとキャッスルオブドリームですね。でキャッスルオブドリームの方がレベルが低いので、こちらを優先してやっていきましょう。あ、しまった、武器見てないや。ワールドついてから見ましょう。フェアリーなんちゃら、魔法力が高いキーブレード。魔法力が上がる分には構わないんだけど。ん？泣いてる。どうかしたのか。せっかくお友達がドレスをプレゼントしてくれたのに、お母様とお姉様たちが破ってしまったの。もう舞踏会へはいけないわ。心の弱みに闇はつけ入る。強い心を持つんだ。心の強さはどんなに辛いことでも乗り越えられる。そんなの無理よ。アンバース。なんとなくですけど、今のセリフは自分にも向けて言ったんだろうな。で、今言ってたお友達が作ってくれたドレスっていうのは、もちろんベントゥスとあのネズミのジャックですね。さあ、アンバースを全て倒しましょう。この悲しい音楽の中ね。まあ今さらっとね、キャラクターの名前どんどん言っちゃってますけど、このワールドはシンデレラのワールドですね。そうね、ベントゥスとジャックがね、頑張って作ったからね、ルシファーと戦いながらね、今のうちに逃げるんだとか言われながらね、やってましたけど。さあ早速出ましたよ、モノマネ第1号テラ編でも頑張ってやるよって言っても、そんなにねレパートリーないと思うけど。おお、あ、当たるか。当たんなかった。当たった当たっちゃったか。飛んでたから今いけるかなと思ってたんだけど、いけなかったね。痛いな。なんだよ。あ、このね、なんか可愛らしい耳の長い敵も気をつけないと結構強いんですよね。
クラウドモードでやってた時にそいつにボコボコにされた覚えがある。一撃が結構重いんだよ。どうしたものか。心の強さも大事だけど、それだけではダメよ。もう何も信じられないわ。何もです。え、嘘だわ。そんなの本気じゃないはず。いいえ、本気だわ。もうおしまいよ。何言っているの。夢を信じない人のところに私は来ないわ。さあ、涙を拭いて。そんな顔じゃ舞踏会に行けないわよ。舞踏会？うわ、本当だ、ビリビリだ。とても無理だわ。行けるわよ。でも急がなきゃ。魔法の言葉は、そう。ビビディバビディブー。あれかい？ドラゴンボールに出てる。それは違うか。一応ビビディとバビディとブーだけど。おおおおお。色変わりすぎだろ。すげえ魔法だ。すごいキーブレード以上の力を持ってんだ。あらー、なんて綺麗なドレスなの。夢みたいだわ。シンデレラ、よく覚えといて。この夢は真夜中までなの。12時を告げる鐘が鳴り止むと魔法が解けて全てが元の姿に戻ってしまうの。あらら。ええ、わかったわ。さよなら。じゃなくってこれからちゃんと始まります。なんか今もう物語が終わっちゃったみたいな雰囲気になってたけど、行きましょう。キャッスルオブドリームですね。今回は残念ながらジャックは出てきません。彼女の心にも光を感じた。どういうことだ。彼女に何をした。さっきまでとはまるで別人のようだったが。あなたは。テラ、テラ、あなたには夢を信じる心があるかしら。夢は信じるだけではダメだ。それに向かって努力しなければ。もちろんそう。夢を信じ続けることも大変な努力なのよ。シンデレラは夢を信じている。私はそれを思い出させてあげただけ。夢を信じることが心に光を宿したのか。彼女はどこへ。お城の舞踏会へ行ったわ。彼女の踊る姿を見ればきっとあなたも夢を信じられる力を得るはずよ。あの真っ白なお城に行くわけだね。さあ行きたいんですが、なんかあるかな。さっき戦った時には宝箱は見当たらなかったけどね。こっちも行けんのか。てててててててん。パパ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 ンパララパララララと。これがお屋敷かね。ここにね、ベンテスは捕まってたというか、ネズミ捕りに引っかかってたというか。今の時代ネズミ捕りなんか使うのかな。どうなんですかね。俺リアルでネズミを見たことがないんでわかんないんですけど、見たことあるとしたらハムスターぐらいだよ。本物のネズミって見たことないんですよね。田舎に住んでたけどネズミは見なかったな。虫ならね大量に見てたんだけど。ごめんなさいね、気持ち悪い話しちゃって。
出てた。なんかもう虫と共に生活してたみたいな感じのね、環境だったんで。あ、レベル上がった。あれですけど、はい、よっと。まあ都会の人がね、田舎の方に来ると嫌なんだろうな。なんでこんな毛虫がいっぱい出るようなところに住まなきゃいけないのよみたいなね。毛虫なんかそこら辺にいたけどね。あーで、今シュードロックコマンドを手に入れましたね。さらっと流しちゃったんだけど、違う、シュートロック、これだ。今使ってんのがソニックシャドウというものなんですね。影となり敵に向かって突進攻撃を繰り返します。当たった敵を暗闇状態にするっていうので、今手に入れたのがサンダーストームってやつだね。電気の弾を一斉に発射します。一つの弾の威力が高い。まあ、まずはこのソニックシャドウのレベルをマックスにしないともったいないので変えませんが、でバトルコマンドのストライクレイドね、王冠になったんで、これでコマンド F アップを覚えることができました。と、なんかチャージする？じゃあ今作ったのとブリザードやってみよっか。ブーって言われた。じゃあ潤いの結晶、アイテムアップ出た。このね、嫌いなアビリティ、トップ3に入るんじゃないかっていうアイテムアップ、これがね、完成した時に見るとね、へこむんだよ。アイテムアップかよって。こんなもんかね。やっぱりテラはあれなんだね、魔法力が低いのかな、防御も低いのか、攻撃重視型なんだね。早くケアルが欲しいな。入れないのか。入れろ、この中にジャックとベントゥスがいるんだろダメか。セーブポイントはあるけど、モーグルショップはないんだね。